はい、どうも、小谷です。1試合目ね、岡山県とリアタイやったんですけど、いや、2回コールド負けっていうね、すさまじい、ね、やられ方をしちゃったっていうかね、すごい強かったですよ。はい、ということでね、次はね、勝ちたいなと思うんですけど、まあまあ強いんでね、かなり強敵やなっていうふうに思います。かなり強い、マジバリバリ強いんやけど、ほんまに広島東洋カープ対阪神タイガースのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お願いします。よろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはカープの先発、山岡が甲子園のマウンドに上がります。さあ、タイガース打線相手に勝ちたいぞ。わしは小宮山さん、大事な立ち上がりを迎えるわけですが、小宮山さんは現役時代、立ち上がりは特にどのようなことを考えられてピッチングされてましたか？久々に言えたやったけど、めっちゃ難しいな。1ヶ月半ぶりぐらいにやったかな。めっちゃ難しいな、久々にやった。はい、そのあたり注目して立ち上がり見ていきましょう。高め打ちました。もちろんバッターは2番に入っている山田。山岡、まずは先頭バッターを打ち取っています。これが1球目、インサイド落ちました。強い打球。山岡さんやったらちょっと打てそうな気もしんこともない。打った、高橋が上がった。ぐんぐん打球が伸びている。伸びて、先制ホームランです、タイガー。いや、完璧にこれは。山岡さんちょっと打てそうな気ですよね。緩いボールがコーナーに決まります。ストライクです。さあ、2球目は何か。うん、今のはバッターよく見ましたよね。変化球が得意なんですよ、はい、インコースわずかに外れてボール。引っ張った、詰まりながらもライトへ。バッターボックス、大山、2アウトになっています。これが初球。あー、インコース詰まりました。ちょっとしてもだ、すっと悔しい。さあ、これからタイガースが守備につきます。タイガースリーもね、ちょっと岡山君結構バッティングいいからね、バッターは怖いんですよね。まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。チャリギターしお願いします。バッターの回転ね、チャリギターし、インサイド決まっています。次が2球目、変化球入りません。選球眼もいいね。3球目は何で来るか。セーフティーバント、バッティングめちゃめちゃいいな、やっぱり。やばい、これはやばいね。またノーアウトから毎回ノーアウトに無理ないよね。めちゃくちゃ吉田が入っています。さあ、後で出したのスターだな。ここはしっかりしない。セカンドランナーバントしました。あっと、上げてしまった。さあ、そして打席には柳田が入ります。さあ、アウトカウントが一つ増えましたが、なおもピンチが続きます。まあ、ここはしっかりリードを守って次の回に進みたいですから、集中してほしいですね。なるほど、そうですよね。ここは三振が取れれば理想的ですね。走ってきた、低めのボール球打っていった。さあ、そしてバッターボックスにはバースが入っています。さあ、ツーアウトにはなりましたが、得点圏にはランナーが残っています。まあ、このままの点差で回を終われるように集中してほしいですね。なるほど、待って待って、ヒットや。まずはボールから入りました。どうしたい、これはランナースタート、打った、文句なー、逆転ツーランだろ。逆転ツーランホームラン。はい、さあ、初球は何か。1点差やったら追いつける、まだ1点差やったら追いつける。打ちました。これが3球目。インサイド。打球はセンター。1点差やったら追いつけるよ。1点差やったらいけるよ、まだ。1点差やったらいける。追いつける。2回になります。追いかけるタイガースの攻撃。打順は5番太田。タイガース1点ビハインドで迎える中盤の攻撃です。変わる、これ。変わらんといて。変わったー。ピッチャーが変わります。右バッターが続く。落ちろ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 。さあ、6番バッター中田、ワンアウトランナーありません。初球は何で来るか。
打ちました。バッターは7番に入っている北条。2アウトランナーありません。初球空振りです。2球目は何で来るか。インコース詰まりました。2回の裏カープの攻撃。そう、これやばいぞ。バッターは DH 坂本。タイガース1点ビハインドとなっています。インコース打ちました。いい当たり。これよ、うそやん。まさかの全部やないかい。打席には山田が入ります。さあ、得点圏にランナーを背負った場面です。まあ、こういう場面で失点すると後に作られる。うちのボール打っていった。さあ、そしてバッターボックスには中村が入っています。さあ、ワンアウトになりましたがピンチは続きます。まあ、この点差を保ってこのタイガースピッチャーが変わります。マウンドに、やばい、失敗や。バッター変化球打った。取ってくれ。さあ、そして打席には古田が入ります。さあ、なおもピンチの場面。この流れをここでしっかり食い止めて切り抜けたいですね。ここでカープ、ダイソーを送ります。西川が、ランナースタート。さあ、いざセンターへ。1点差やったらいける。1点差やったらいける。1点差やったらまだいける。いける1点差やったらいける。ここでカープ守備を変えてきました。試合は最終回まで来ました。追いかけるタイガースの攻撃。8番バッターはキャッチャー梅野。タイガース1点ビハインドで迎える最終回です。集中するか。集中最後の攻撃、何としても塁に出たいですよね。まあそうですね、やっぱり意地を見せてもらいたいですよね。この最後の攻撃、ドラマを作れるんでしょうか。集中しろ、集中しろ。ボール、2ストライクです。ボール、外への変化球外れました。集中、トラッキー集中。ボール、シャー。落としましたが決まりません。集中しろ。シャー。埼玉逃げていけ。ボール、シャー。体に近いところ、3ボール、2ストライクです。さあ、7球目は何か。ボール、シャー。よく見極めました。フォアボールです。いけるぞ。同点になった。集中。初球は打ち。この打席、ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。打ち上げました。ある。まあ、埼玉は逃げろ。変化球を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど、そうですね。埼玉は逃げて。ファーストランナー空振り三振。何してんねー。打順は1番に帰ります。何してんねー。柳田、何してんねー。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。タイガースランナーはなくなっています。初球空振りです。こちら、じゃあこれがギータや。よっしゃ、ナイスバッティング。得点のチャンス。さあ、そしてバッターボックスには山田が入っています。一発いけます、ね、いい場面でいいバッターが続きますね。さあ、得点圏には同点のランナーを置いています。とりあえずなんとか同点しないといけませんから、ここは繋いでほしいですね。なるほど。初球打ち、ぐんぐん伸び、いや、せい。カープピッチャーが変わります。この試合こそがまさしく面白い試合っていうんや。こういう試合こそがまさしく面白い試合っていうんや。最初は変化球できました。変化球は外、胸元へ持ってき
ました。ストライクです。ワンボールツーストライクです。さあ4球目は何か。ボールボール。大きく外れました。さあ仕留められるか。変化球を打ってきましたがわずかに外れました。フルカウントです。さあこれで決まるのか。インサイド打ち上げました。カープの最後の攻撃になります。松井がバッターボックスに入ります。先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。先頭バッターが大事。先頭が大事。タイガース。打ちました。いい当たりだ。抑えろ。抑えた。先頭バッター抑えた。気持ち楽やね。まずは先頭バッターを打ち取っています。まず何を投げてくるか。打ちました。相手に相手に向きながらおっさん切った最後の試合バッターボックス柳田。これも先ほどの打席はレフトフライに倒れています。出してくれ。ツーアウトランナーありません。この回のジョンソン早くもツーアウト。まだ3球しか投げていません。そうですね。見事なピッチングと言っていいと思います。インサイドセンターへ打球伸びる。外野フライ掴んでアウト。これで3アウト。試合終了。最後は2人の3人で締めました。タイガースが銀座でしょ。やった嬉しい。一生いっぱい。まあまあ一生いっぱいなんでね。まあまあまあよしとしましょう。ぜひね、和歌山くんまたいつかね、決着つけましょう。はい。ということで、以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。バイチャー。